これはちょっとびっくりやで。うっせぇろっていうやつなな、歳ったなぁ思うけど。あのー、平成に入ったぐらいの時やな、激しい走りで知られた大河昭和、昭和隆弘さんが、なんと59歳で亡なくなってはんねん。あ、うっせぇろって。全日本ロード参戦やな。うん、これ。 全日本ロードに参戦するスクアードラ、えー、ティーグレ・タイラプロモートは8日、ソワ・タカヒロ、えー、監督が6日に亡くなったと発表した59歳だったチームはあまりに突然出来事で、えー、所属ライダーチームスタッフは驚きと悲しみと呆然としておりますって言ってね詳しい状況については現在調査中ですなどと 声明を発表して、えー、今後のレース活動を見て、これね、えー、蒼和さんは全日本、最初全日本でね、あの、川崎のワークスライダーやってん。蒼和隆弘さんは。で、全日本で出てて、えー、塚本さんやったかなと、蒼和さんの二人が、川崎やな、の、あの、ースライダーで、あの、TTF1 やな。 e t f 1に750やなクラスのあーで川崎で、えー、レースに出てあってんであのタイガーうはって言われたんが、えー、1回転倒して転倒したあと、えー、最後尾まで確か最後尾まで落ちたあと、えー、その後脅威の、えー、引き込みで2位かなんかに、えー、入賞したことがあって それ以来、タイがそうはって言われて。で、激しい走りっていうかね、まあ、当時は、ほとんど、あの、走れへん、川崎のオートバイ使って、えー、まあ、8タイとか、もしくは、DTF1 出てあって。で、僕ら、ちょうどこれがタイムリーな時期やったから、あのー、ちょうどね、えー 荒井やったけどね、荒井のヘルメットやねんけど、えー、草和高弘レプリカっていうのが、あの、レーシングワールドっていう用品店で売ってて、最初はあの、普通のあの、荒井のヘルメットに塗装した、草和高弘のレプリカヘルメット。川崎乗ってたから、川崎のあの、ジャケットと一緒に草アレプリカ。で、その後、えー、のヘルメットがね、あのー、 スーパーバイクに出た頃にヘルメットのデザインがあの当時懐かしいトロイ・ D っていうアメリカのデザイナーがーデザインしたトロイ・ D デザインっていうやつのところのやつであのファイヤーパターンかなんかのあのヘルメットかぶっててそれもやっぱレーシングワールドで売ってて買ってよで川崎のオートバイとのマッチングでやででほとんど誰か分からへんねん 誰のレプリカヘルメットか分からへんねんな。けど、あの、これが、相訪隆弘レプリカって言って、川崎の店では結構、川崎の店では、知ってる人おんねんけど、あのー、100メートル先からでも分かるってかって言われるぐらい、<laughs> 当時な、100メートル先からでも分かるって言われるぐらい、あのー、すごいね、よくできたヘルメットのデザイン。うん で、その後やな、あのー、アメリカでスーパーバイク出たんやけど、まあ、そんなあ、すごい成績はなかったんやけど、その後やな、あのー、川崎とちょっとトラブルがあったのよ。当時、川崎が所有してた、川崎の、えー、グランプリレーサーやったかな。川崎のグランプリレーサーの KR やったかな。2サイクルの 500cc の、 kr っていうオートバイを借りてたんやけど、まあ、あ期限経っても返せへんし、で、連絡も取れへんからっていうことで、一回ね、あのー、事件になったことがあんねん。で、そっから、あの、姿見えんなって思ってたら、いつの間にかやけど、あのー、えぇ、ー、岩木孝一さんやな。俳優の岩木孝一さん、レース好きやねんけど、岩木孝一さんの、あの、チーム、岩木孝一さんのチームに、 あのー、そうは高いさんおって。で、岩木光一さんチームに、確かね、辻本としさんが二人おって。で、まあまあ、歳は行ってんねんけど、レースやってあったんやけど、その後、ヤマハの監督やったかな。川崎じゃないね。ヤマハの監督かなんかやってて、あーと思っとってんけど、なあ、ちょっと見ない間に亡くなりあって。今でもだから僕家にあるんやで。 実家に、実家にあの、実家にね、この、ソワ・タカヒロレプリカ、タイガー・ソワ、あの、最初のバージョンと、あの、後期型と、二つあんねん。ソワ・レ、ソワ・タカヒロレプリカが。うん。ヘルメットな、荒い、荒いやねんけど、荒いのやつに、ペイントしてもらったやつがあんねん。思い出があってんけどなうん。 僕だからね、あの、日本の、日本の、えー、日本でね、やっぱりこの人はっていう、えー、ライダーがね、ね、二輪車の、えー、二輪車で、オートバイのライダーで、この人はっていう人が、早い遅いじゃなくってね、やっぱり記憶に残る、あのー、ライダーがおるとしたら、まあ、この、総和は博さん、もう一人入んねん。 それとあと、えー、島田紳介さんがやってたチーム紳介に所属してた、戦石さんな、戦石誠治さんも、うん、早いとかじゃないのよな、うん、応援したくなるっていう部分では、な、戦石さんも、今、靴屋さんやってるらしいねよな、噂では。<laughs> っていう、そんなとこですか。はい。まあね、59歳でいえば、まだまだ若い、 とは思うやんやけど人間はね、あの、僕も最近ちょっと思うとこがあんねんけど、人間はね、長く生きたんじゃなくって、長く生きたじゃなくって、やっぱりね、あのー、記憶、人の記憶に残ったりすることを、やっぱりか、自分が納得するんかやと思うねんな。病気とかされて亡くなる人も、若くて亡くなる人もいてんねんけど、その人が何をしたか、 もしくは、その人が納得したのかどうかが、やっぱり寿命じゃないかなと思う時があります。はい。まあね、現在、なんで亡くなったか調査中やって言ってるから、まあな、あ病気か、突然倒れはったんか、まあ若い頃はよー、オートバイで焦げたったからな、まあ、体が結構痛んでたんじゃないのかな。痛んでたって言い方が一番当たってんねうん。な。 これはちょっと分かれへん人は分かれへんやろけどな、うん。当時はだからね、あのー、うん、TTF1 っていう 750cc のオートバイでレースやってるところでは、あの、川崎のエースライダーやと言われた。<laughs> ギリギリやで。で、テレビにも出てあってな、あの、えー、クラブ晋介やったかな。新介、ま、さんがまだね、全国区になる前に、 関西系であの、インタビュー番組みたいなのがあって、クラブ新助やったと思うけどな、にも何回か出てはるわ。あと、今は元気してあるけど、宮城ひかるさんとかな、当時、ちょっと <laughs>、時代やけど、うん、っていうところですかね、うん。